はい、大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりですね、はい、裏攻撃、第2種目サムライスピリッツゼロスペシャル大会へ、こちらの方を開催いたします。とりあえずですね、ルールの方だけ簡単に説明します。はい、今回大会は、3本制日本選手ですね。まあこれいつも通りですね。で、試合前にですね、プレイヤー同士、じゃんけんをしていただきまして、コンパネ選択権を、決めていただきます。で、まあ 1P だろうが 2P だろうが好きな方を選んでもらえばいいんですけど、で、今回ですね、使用筐体はですね、こちら、1P 側から見て左側の筐体ですね、こちらの方のみを使っていきたいと思います。で、今回、全試合動画撮り、の予定ですので、そこら辺よろしくお願いいたします。はい、それではまずですね、今回、組み合わせ、13名、失礼しました。今回大会参加者13名、本当にありがとうございます。で、こちらですね、トーナメント表を作った結果ですね、残念ながら0回戦を戦わなきゃいけない、プレイヤーがですね、2人ほど生まれてしまいました。その不幸なプレイヤーを今からお呼びいたします。タイジュさん、はい、まず不幸なプレイヤー、タイジュさん1人剣のはい、はい、大さん、こちらとですね、漢字の須田洋平さん、須田様、ありがとうございますか。はい、こちらをとりあえずじゃんけんで、ワンピース2ピーだけ決めて、とりあえず筐体に座ってください。よろしくお願いします。羅刹なる。はい、ワンピース2ピーだけです。先生、そっちじゃないです。あ、こっちです。まだスタートボタンを押さえてくださいね。とりあえずですね、今回、ゾロスペの大会なんですけど、新店に移行してから実はこれ1回もやってなかったんですね。かれこれ9点の頃から、数えるともう2年半から3年くらいやってないですか。いや、久しぶりですね。ちょっと私の感無量でございます。まあ、こうやってちょっと偶然、核がしっかりありまして、まあ、できることになったんで、この機会に感謝いたします。それではですね、いつも通り、昔の皆さん覚えてますか、掛け声の方は。はい、始めんぞと言ったら、みんなしておーと言ってくださると、私自身も元気が出ますので、皆さんよろしくお願いします。むしろ今回裏攻撃のね、別の種目に参加している人たちもですね、サムスキー大会始めんぞと言っておーと言ってくれるとすごく嬉しいです。早いよお前ら、どんだけ早漏なんだよ。はい、それでは、始めたいと思います。裏攻撃、第2種目、サムライスピリッツゼロスペシャル大会、始めるぞ。はい、スタートボタンお願いします。さあ、今回、ただ、一組の、ゼロ回戦、1P 側ですね、SR は、漢字の須田洋平。漢字の須田洋平が操る、あれなんだっけ。あ、確かにね、ご本人様はそうなりそうだけど、はい。あ、えいえい、よしとら。で、2P 側は、タイズさんの、ガイラですね。いざ尋常に、一本目。さあ、まず一本目、勝負。さあ、まず、円弱で、牽制で、お互い、中距離で何も動かない。さあ、弱気を打って、ダッシュしていて、まず、こかしたのガイラ側。小技をガード。さあ、ダッシュ台に攪拌で勝つ。さあ、ここら辺の反応は素晴らしいところ。さあ、遠距離中切り、ジャンプ台切り。さあ、ツラから、大石技が入らない。さあ、中段見えていなかったか。さあ、こうもしてるね、カイルの方が4割ほど、奪っているのはガイラの方。ここで崩し切りで少しでも、リードを縮めていくと。さあ、吉田が投げたら、さあ、つまずり合い。さあ、勝ったのは吉田側。さあ、武器がなくなってもガイラは一応掴み技はあるが、ダメージ効率はやっぱり、下がる。さあ、ここで拾って、体力差は、若干ガイラ側がいいといったところか。残り時間が、15秒切ったところで、さあ、おっと、ここで痛恨の強切りが、おっと、音がめなしいや、一応チェックはしたんで、大丈夫だと思うんですが、はい、タイムオーバーで、勝ったのは、さあ、まず一本選手は、須田洋平、漢字須田洋平のロストラ。さあ、ここで安心したか。遠心殺を食らって大余裕決まり、しっかり決めた。さあ、ジャンプ、あ、こう、足から。さあ、ジャンプ台切りガード。
ただ寿司で、おっと見事に準備を弾いたが、弱なデストだけ。おっと AC のそのバックステップで絡んで、しっかりとパックハンダッシュ B からの弱なデスト。さあお互い両者、さあ体力的にほぼゴムといったところだが、おっと IS でダメージが効いてるのはガイラ側。さあそして怒りマックス、おっと弱スマキで弾いて、なおかつダメを引かしたが、その後いいところなし、おっとこうやって必ず爆発する。さあ残りタイムが、さあ9秒、おっと白百合で落とされた。なでしこが刺さって、勝利したのは漢字の須田陽平のよっしゃら、おめでとうございます。1回転進出です。あ、一応免停は頑張ってしてるんで、今度は調べます。すいませんでした。はい、続きましての試合は、はい、ここで初めて1回戦ですね。はい、A ブロック1回戦第1試合ですね。テラ VS、店員、あ、私ですね。というわけでちょっと実況の方変わりまして、アクツさん、お願いいたします。はい、ここで実況変わりまして、アクツになります。はテラが勝ったけど、まあもうまあどちらでもいいということで、さあ手柄は強いに救い、はい、テラが天草で、 HK が右京じゃなくて、いや出発の火力がでかい。いざ尋常に一本目勝負。ダッカーとして距離を詰めたいですが、そこにダッシュ蹴りが入って追い詰めて完璧ヒット。投げはちょっとダメだが、おっと投げつかりだけど何もない、安い投げつかない。しかしフォローまでしっかり円盤でダメージを奪っていく。はい、投げて、もうここでテラの体力がもうボールが減っている。さあここからテラは装置をためつつ、途中下段でなんとかダメージを取っていくしかない。しかしなかなか寄れない。おっと1本目は完全勝が演者でパーフェクト。これは寒い。運営がパーフェクト、いいのか。開幕にダッシュ切り、天草様がお怒りになったけども、天草様のお怒り時間は6秒間。ファイヤー、もうこれは無理ゲー。勝負あり、お疲れ様でした。お前酔えやという煽りが向こうから入ってます。俺が強すぎたんだ。これにて終了。はい、それでは、まず勝利したのは、店員でした。はい、ジエンオーツ。はい、続きましてですね、A ブロック1回戦第2試合ですね、林田敦史 VS オフェリアです。さあ両方一応とりあえず遠征勢ってことでいいでしょうか。さあ、ワンピー側に、さすがオフェリア、ワンピー側オフェリアですね。ツーピー側が林田敦史。はい、じゃあこの間違いないでしょう。まずオフェリアが選ぶのは、ユンフェですね。はい、すいません、笑ってばかりではありません。はい、ツーピー側だった林田敦史さん、今日は総月、林田敦史さんは今日総月さんですね。さあ一本目勝負、危ない。さあまずジャンプ中切りですね。こちら刺さったのは、はい、オフェリアの、ちょっと間違いになりますね。危ないですよ。さあ、うまく中切り側の弾かれをフォローして、そのまま、勢いに乗っていく林田敦史。危ないですよ。林田敦史の月光が刺さる。さあ
ジャンプ大喜利。さあ、警戒区もされてる。さあ、ダッシュ C から、さあ、七王でうまい届け。さあ、かく乱したのはいいが、最後は中月光が刺さり、まず一本目選手したのは林田敦。勝負、危ないですよ。さあ、まず月光で、あれ、オフェリア、危ないですよ、危ないですよ。さあ、ダッシュ投げでオフェリア。さあ、ダッシュ C オフェリア、どこを見ている、危ないですよ。さあ、ダッシュで、ダッシュ台で攪拌オフェリア。さあ、境地を食べたのは林田敦。さあ、ダッシュ台でやはり攪拌。さあ、体力的に急に残ってるのはオフェリア側のユンフェだが、さあ、ここからの、さあ、逆転は、さあ、守りに入ると強い蒼月だが、さあ、逆にビハインドを追ってしまうと若干厳しい節がある。さあ、ここで見事にジャンプ大切りを不意打ちで避けて、どこを見ている、オフェリア、危ないですよ。さあ、弱月光、さあ、強襲を貯めて、さあ、ここで自決、過ちは正さぬ。さあ、両者1-1、なおかつ強襲ゲージも半分まで溜まっている。さあ、いかに強襲ゲージに相手に、強襲ゲージギリギリまで減らして自分が強襲に入るかというところでしょうか。さあ、中切りで牽制を試みるが、全てガードされている。危ないですよ。中月光、おっと、ダッシュで刺さってしまった。さあ、七王中切り、さあ、華麗に飛び回るオフェリア。さあ、バックジャンプ中切りで空対空はバッチシの林田敦。さあ、ロクシーからの大雄陣、これがまた減る。おっと、教師ゲージ先に差し掛かったのはオフェリア。おーっと、これ大雄陣。さあ、申し訳ない話、古典的その程度か。さあ、ふずきを、さあ、後ろに配置したい。ガード不能の怒りマックスのガード不能で衝撃を当ててのけぞったところにふずきが刺さり、そのまま大切りが刺さって、勝ったのは林田敦の、蒼月ですね。おめでとうございます。はい、続きまして A ブロック第1試合、失礼しました、1回戦第3試合ですね。失礼しました。はい、勝ったオフェリア、すいません、今実況すべて逆でした。勝ったのはオフェリアの蒼月ですね。はい、ケツが紛らわしいんだよ。極めんとするは剣の道。はい、続きまして挨拶気を取れました。1回戦第3試合ですね、今度は平仮名のすごい王さん、刃に虫塗り、対するは大阪修羅の。あ、大阪さん、さあ、先ほどは、アウトボクシーズで、実況を担ってくれて、プレイヤー面でも、運営面でも、活躍してくれたプレイヤーです。さあ、対する、ひらがなの須田陽平。なんかひらがなで書くと本当に幼稚に見えるな、これ。僕須田陽平、そんな感じですかね。さあ、僕須田陽平、使うキャラは半蔵さん。さあ、おっと、自キャラを見失っていた。さあ、久しぶりだが、さあ、どこまで前線できるかといったところでしょうか。おっと、そう言ってしまった、あまりにも失礼なものか。さあ、まず前転から正モズ、投げ抜けありません。さあ、おっと、さあ、大ギリ A プラ B です。おっと、見事に、まず多くの大ギリが、おっと、バックダンプ大切り、空対空もバッチした。しかし投げられて追い打ち。さあ、しかしまだ体力的に有利なのはタムタム側だ。なぜか大ボスをぶっ立ち。いや、違います、このゲーム 3D じゃありません。さあ、大切りが当たらない。さあ、これ中ボスが当たってフィニッシュ。まず1本目選手したのは、ひらがな須田陽平の反応。さあ、2本目、さあ、怒りマックスの、大阪。おっと、見事に大切りが刺さって、各反対切りで4割ゲット。しかし、瞬く間に、体力を、5分に持ってきた須田陽平。安い。さ
さあダッシュシーガードしたところでタッチシーになってしまったが、しかししっかり果敢を当てられるのでいいかと思われたが、崩し切り一発でさあお釣りが来てしまった。ダッシュダイギリが、そして強地ゲージに差し掛かったが、シャガダイが使ったところでジャンプダイギリ、しゃがみダイギリのコンボで平仮名須田洋平が2回戦進出そうでございます。さあ大阪が優勝候補と言っている。さあ力を認め合っているらしい。はい、そんなことはどうでもいいんだよ。はい、1回戦第4試合ですね。ワイさんと、ハマファンさんですね。さあジャイクしてワイ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 。さあ、なぜかハマファンが染まれている。何か染まれた。さあ、おっと、いきなり相手は世界一と言っていますが、あとは世界一なのはあくまでも阿久津というプレイヤーなんで Y ではありませんね。 Y はちょっとついてるもの好きなシャイボーイですよ。ナイスを始めたって。さあ、繰り返しましょう。ワンピー側は、Y のシズマルですね。さあ、ツーピー側は、ハマファンの、京志郎。さあ、本来は影響を使っているはずだが、あんまり好きだから使ってられるかよと。勝負。さあ、リスキーなキャラを使ってられないので、もうちょっと硬いキャラを使おうかなと思ったらしいです。どうキャラバックは見るからに京志郎逃した。さあ、片やワーイは、さあ、さあどこかの 見覚えのある色の沈まれたが、さあ、まず先手を取ったのをジャンプ台切りで、さあ、沈まれた。おっと、しゃがめ台切りが読んでいたが、不意打ちでかわしつつ当てる。さあ両者体力ほぼ5分といったところで、もうすでに時間とか30秒過ぎて、さあ見事に台切りが刺さった。さあしかしジャンプ台切りをお返し、さあジャック切り中切り、さあ弾きの隙をジャック切りで狩る。中切りが刺さって、あと体力ほぼ5分といったところか。さあどっちが勝っているんだ、頑張り台が4-3-2のところで崩し切りが決まって自決、一本目選手したのはワイシズマル。2本目、さあ2本目、さあ表示ゲージはほぼゴムといったところですね。おっと、大切りがしゃがないが刺さったが痛くない、2発目だけが当たったもよう。しかしその後ジャンプ大切り結局は変わらずといったところか。さあしゃがみ中切りガード、大切りシャガダイを目と鼻先で透かしたところを見逃さなかった。シャガ中でしっかりかかん。さあバックジャンプ台切りで空対空もバッチし、あとしかしここから投げられない。ジャンプ台切り、ジャック切りが刺さり、さあ体力的に優位を取っているのは、さあ強襲の技がさあいい読みだった。ジャーッとどっか行った。さあ強楽奮闘したものです。拾われた方は、5回カウンターまでよろしくお願いします。さあほぼ体力的にはゴムといったところだが、あービビってジャンプしてしまったところを読んだか。さあ上りジャンプ大切りでフィニッシュさせたのはワイシズマル、2回戦進出でおめでとうございます。さあ別に強楽山なくしてもよかったね。さああくまでも結果往来でしたが、さあ次ましては B ブロックですね。はい、あ、失礼しました、これ C ブロックですね、失礼しました。1回戦第1試合ですね、O2 さんと、ネアメさんですね。こちらじゃんけんの方お願いいたします。さあ何か更新しますね。さあツービーツービーこちらですね。さあ、じゃんけんで勝ったネアメさん、2P を選択しました。
なるほど、遠心札が出ないとこれは貴重な動画です。さあ、ね、しかし、2段目ガイラ VS、O2 巨子郎。さあ、これはガイラにとってはかなり厳しい組み合わせが近づくのにも一苦労。しかし、おっと、遠心札若干周りの外だった。カツを無理やり当てていった。さあ、また周りが開いてしまった。大切りが前転の隙に刺さる。カツはガードされて弱切りでかくはん、しゃがみ中切り、垂直ジャンプ台も、さあ、高度の差が当たらない。さあ、さあ自信感で相打ちを狙った大津波。さあ、ダッシュシーンを避けられ、遠心も爆捨てしてくれる、避けられる。最後は遠心の外から超美獅子。さあ、1本目選手したのは O2 の強子郎。さあ、カツを当てました。さあ、バックステージ煙刺さる。しかし、ガイラの防御力の高さからあまり減ってないように見えるが、これでもガイラにとってはちょっと厳しい。間違って百貫落とし。おっと、ダッシュシート逆切りが、さあ、さあ D コードに垂直ジャンプ台が刺さる。自信はガード、大津波に刺さるが、ダッシュ台、これは果敢にはなっていない。バックステッチ煙、好きに何もなし。大津波、おっと、遠心出ていない。今の位置ならスエタが、このこのミス。ブダイも外同情し、難しい我慢地獄が当たって、分かった、間に合わない。その前に確定で大追い打ちをつなげていった。この辺は見事オーツ2回戦進出です。おめでとうございます。はい、続きましてですね、1回戦最後の試合ですね。はい、吉尾対大樹じゃなくて須田洋平ですね、漢字の須田洋平でした。吉尾 VS、漢字の須田洋平。